イエーイ。あまのっちゃんうるさいわ。はじめまして、あやなです。よろしくお願いします泣いてない。
え、彼は兵庫県どこですか？西宮。西宮のどこですか？ガーデンのところ。西北？なんかええように言ってるな。違うやん。ええように言ってるな。ええとこですよ、ガーデンツは。山山沿いの汚いとこやんですか。どんな大丈夫やねん。ほんまに、そう、わからへん、うん、ほんまにね、帰り道もわからへんけどね、まあ、頑張って帰ろうと思います。よいしょ。まあ、わーわー言ってますけど、あんまりこう、MC が上手な方ではないので、ちゃちゃか歌っていこうと思います。よいしょ。と、あ、そう、一番最初歌ったのが、私の服じゃなくて、大森聖子ちゃんっていう、知ってる大森聖子ちゃん、知ってるって言います？誰も知らないですね。大森聖子ちゃんっていうあのシンガーソングライターの人がいて、その人の曲の絶対彼女って曲で、2番目の今歌ったのが別れ話っていう曲で自分の曲でした。で、あと何曲かやるんですけど、あともう全部自分の曲なんで、よかったらなんか楽しんで聴いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。イエイ、いいぞ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 、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ次の曲聴いてください。ピンヒール。I'm sorry.
飲んでますか飲んでますか、あれあんまり飲んでない感じなのかな、これみんな。あ、でもあそこに缶ビールが見える。飲んでる飲んでる飲んでる飲んでますか、飲みましょうね、土曜日やし。はい、ライブの告知をさせてください。三宮と明石が決まってるんですけど、きっとみんな遠いからちょっと省きます。で、12月22日に尼崎トラという阪神尼崎駅から降りて歩いて10分ぐらいの、できたばっかりかな、1年ぐらい経ったのかなっていうのが、まあ、ライブハウスがあるんですけど、そこでまた弾き語りでライブをするので、またよかったら遊びに来てください。とあとは同じとこで1月23日に、私が3ヶ月に一遍企画をやってるんですけど、あやなっていうんですけど、あやな無双っていうイベントをやっておりまして、これはもうバリバリの子もロックですよ、ロックでこうバンドでやるんですけど、まあ、これもなかなか楽しいイベントになっておりまして、また同じ尼崎トラというところであるので、よかったら遊びに来てください。エロいっていうのがコンセプトなんで、エロいのが好きな人はぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こうやったらみんな拍手してくれるんですね。あ、してくれへんわまあ、あとは何やろ、あ、Facebook とか Twitter とかやってるんで、よかったら友達になってください。はい、なってるでしょ、村田さんは今日そう、主催の高松さんは、そんなめちゃくちゃ会ったことはないけど、いつもなんか仲良くしてくれるいいお兄ちゃん でそこに今いらっしゃる村哲也さんは、1年半前ぐらいなんですかね、もう尼崎で知り合った大好きなお兄ちゃんです。ワンナイト、ワンナイトでしたねそれ以降はないし、はいえ、ラタさん出番何時でした？8時8時半ぐらいからラタ哲也さん、変態のカリスマなんで今日脱ぐんですか？脱ぎます。あ、脱ぐそうです。やったー、これはみんな見て帰った方がいいと思います。最後まで楽しんでいきましょう。さっき脱いでください。え、私？今日は脱がへん今日は脱がない、酒井怖いんで脱がないです。次は抜けたらいいなと思います。マリバ、はい、じゃああ、そう、あと私ちょっとそのこの後終わった後にのぶとき侍さんっていうバンドがいるんですけど、その人が今日ちょっと尼崎の方だったらワンマンやってます。そっちにちょっといつもめっちゃ世話になってて、なんかミュージックビデオとかいっぱい出させてもらってるんで、そっちに行かなきゃいけなくて、終わってから多分10分15分ぐらいで帰っちゃうので、その10分15分の間でみんなこう喋ってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、最後の曲歌います。ライブでいつも最後に歌う曲なんですけど、最終回っていう曲です。今日はありがとうございました。あやなでした。始まりがなるもの
ってる。ありがとうございました。